東京フィルハーモニー交響楽団2013年秋の京都御所一般公開での画楽の演奏内ジェリア、オスン州においてパレードに参加するドラマー音楽とは音による芸術で気楽と声楽がある。音楽家には作曲家、指揮者、気楽演奏家、声楽家などがある。音による時間の表現といったものまで様々な定義がある。西洋音楽では リズム、メロディー、ハーモニーを持つものが音楽とされる。そして、このような特性を持つ音を様々な方法で発したり、聞いたり、想像したり、楽しんだりする行為のことをも指す。広くは、人間が楽しめたり、意味を感じたりすることのできる、音全体のことを指す場合もある。音楽の歴史は、有史以前まで遡ることができる。西洋音楽では、音楽の要素は、 リズム、メロディー、ハーモニーの3要素からなると考えられている。この場合における火星、ハーモニーとはメロディとの相対的な倍音関係を構成しており、メロディをより際立たせる役割を持っている。音楽行為に関しては、現代では一般的に作曲、演奏、鑑賞が基本として考えられている。作曲とは作曲者の心に感じたことを音によって表現する。 ことである。演奏とは再現芸術とも呼ばれ、作曲された音楽を実際に音として表現する行為であり、原曲を変えつつ演奏したり、声楽曲を気楽曲に変える通した上で演奏する行為も演奏行為とされる。鑑賞とは音楽を聴いて、それを味わったり、価値を見極めたりすることである。音楽には様式があり、それをジャンルと呼んでいる。 民族音楽、クラシック音楽、ジャズ、ロックなどといった名称で呼ばれているのがそれである。近年では、人々の音楽を聴く行為を、統計的に見ると、再生音楽が聴かれている割合が多くなっている。工事園では、音による芸術とした。4世紀古代ローマの哲学者、アウグスティヌスの音楽論では、無次カサインティアベネマジューロンディとした。ジョン・ブラッキングの書では、 人間が組織づけた音とされた。ジョン・ケージは音楽は音である。コンサートホールの中と外とを問わず、我々を取り巻く音である。と語った。漁師春秋に、すでに音楽という表現が見られる。英語のミュージックをはじめ、ヨーロッパの多くの言語においては、古代ギリシャ語のミュー・ウプシロン・シグマイ・オタカッパを語源とする。ムーサはミューズの名でも知られる芸術や文化を司る。 女神である。音楽は有史以前から行われていたとされるが、いつ、どのように始まったかは定かでない。ただ、それは、歌から始まったのではないかと考えられている。西洋では、古代ギリシアの時代には、ピタゴラスやプラトンにより、音楽理論や音楽に関する哲学が始まっており、古代ギリシアの音楽は、ギリシア悲劇や死に伴う音楽が主であった。これが、 後のクラシック音楽につながっている。東洋では、江戸時代まで創建業、花輪保基一らによって、温古堂で講談された和楽や中国神話によると、縄の発明者の氏族が、株や楽器、楽譜を、発明したとされる。花輪保基一は、年始である縄や、欠場の発祥を、日本列島から出土する時や、房総半島飯岡の、網小屋に残る、有血網に探し求めた。 研究成果を群書類中に編纂した。クラシック音楽の音楽史においては、6世紀頃まで遡ることができる。まず、この頃に、キリスト教の成果である、グレゴリオ成果や、多声音楽が生まれ、これが発展し、15世紀には、ブルゴーニュ公国のフランドル地方で、ルネサンス音楽が確立された。十六世紀には、本格的な器楽音楽の発達、オペラの誕生が起こり、 宮廷の音楽が栄えた。これ以前の音楽を初期音楽と呼ぶことが多い。その後18世紀半ばになると民衆にも音楽が広まり、古典派音楽と呼ばれる形式や火星に重点を置いた音楽に発展した。またこの頃から一般的に音楽が芸術として見られるようになる。19世紀には表現に重点を置いたロマン派音楽に移行し、各国の民謡などを取り入れた。 国民楽派も生まれる。20世紀頃には気分や雰囲気で表現する印象主義音楽や火星及び蝶の規制をなくした音楽などの近代音楽が生まれ、さらに第二次世界大戦後は現代音楽と呼ばれる自由な音楽に発展した。日本では縄文時代からすでに音楽が始まっていたが、5世紀から8世紀にかけて朝鮮半島。 中国から音楽を取り入れたことから、様々なジャンルの音楽が始まった。まず、平安時代に、遣唐使を廃止して、国風文化が栄えていた頃、外来音楽を組み込んだ画楽が成立し、宮廷音楽が盛んになった。その後鎌倉時代、室町時代には、日本固有の猿楽が始まり、脳、狂言に発展した。江戸時代でも日本固有の音楽が発達し、 俗学に発展した。明治時代以降は音楽においても西洋化、大衆化が進み、西洋音楽の歌曲やピアノ曲が作曲された。昭和時代には、歌謡曲や流行歌などの昭和時代のポピュラー音楽が始まり、戦後はアメリカのポピュラー音楽や現代音楽が取り入れられ、演歌や J-POP に発展した。ポピュラー音楽の歴史は17世紀頃、 アメリカへの移民まで遡る。本格的に移民が行われるようになると白人によるミュージカルのような劇場音楽が盛んになった。また、アフリカからの黒人により、霊下、ブルースやゴスペルが始まった。19世紀末にはブルースが西洋音楽と融合し、スイングや即興、ポリリズムが特徴的なジャズに発展していった。1920年代には、 ブルースやスピリチュアル、アパラチア地方の民族音楽が融合したカントリーミュージックが人気を集め、1940年代には電子楽器や激しいリズムセッションが特徴的なリズムブルース、1950年代には R&B とゴスペルが融合したソウルミュージックが生まれた。さらに、1950年代半ばにはカントリー、ブルース、 R&B などが融合したロックンロールが現れ、1970年代にはヒップホップの動きが現れた。作曲とは曲を作ること、あるいは音楽の次第を考案することである。具体的には楽譜を作成していくということもあれば、即興演奏という方法で楽譜制作は抜いて作曲をすると同時に演奏をしていくということもある。演奏とは、 実際に音を出すこと、つまり音楽を奏でることであり、楽器を奏することだけでなく、講義には歌を歌うことも含まれる。演奏には即興演奏もあれば、譜面に従った演奏もある。中でもジャズでは即興演奏が多用され、一方クラシック音楽では通常は譜面の音符の通りに演奏されている。真に機械だけによる演奏は自動演奏と呼ばれている。 鑑賞とは演奏を視覚、聴覚等で楽しむことにより音楽的芸術を示すことである。音楽評論家等は職業としてそれを行っていると考えてよいだろう。音楽家とは音楽を専門とする人のことである。一般に楽曲を作る音楽作家や音楽を再現する実演家を指す。より細かく分けると以下のようなものがある。また一般には 音楽家と呼ばれないが、音楽関連の職業には以下のようなものが挙げられる。音楽のジャンルとは音楽の様式や形式のことである。古来、音楽は多くの社会で娯楽、宗教、儀式などを通じ、生活に密接したものになっており、多くの特徴ある形式や様式を生み出してきた。音楽のジャンルは現在聴くことのできる音楽の様式、 形式であると同時に発生した源の歴史の手がかりとなっている。現代の音楽は様々なジャンルの複雑な合成になっていることが多い。楽器の編成は演奏する音楽のジャンルによってある程度左右される。例えば以下のようなものがある。音楽は生演奏だけでなく記録、再生されたレコード音楽あるいは再生音楽を楽しむことができる。近年では 人々の音楽を聴く行為を統計的に見ると再生音楽が聴かれている時間、頻度が圧倒的に多くなっている。路上パフォーマンスを行うトランペット奏者性演奏される音楽は EN パフォーミングアーツの一種であり、や生で踊られるダンスなど他のパフォーミングアートと同様にパフォーマーがパフォームするびに多かれ少なかれ異なるという特徴がある。 音楽の記録、伝達方法として最も古いものは交渉であるが、やがていくつかの民族は音楽を記号の形にして記す、いわゆる楽譜を発明し使用するようになった。各民族では様々な寄付法が開発されたが、11世紀初頭にイタリアのグリード・ダレッツォが付箋を利用した寄付法を開発し、これが徐々に改良されて17世紀に入ると、 ヨーロッパにおいて五線譜が発明された。五線譜はすべての楽曲や楽器の表記に使用でき、さらに譜面上で作曲もできるほど完成度が高かったため、以後これが楽譜の主流となった。楽譜はあくまでも音楽のデータを記号に変換して記すものに過ぎなかったが、1877年にエジソンがロースガロク音機を発明すると、 音楽そのものの記録が可能となった。録音の技術はその後も発達し続け、1960年代には、録音機器やシンセサイザーの普及が、ポピュラー音楽の制作手法を根本的に変えた。1990年代には、デジタルレコーディングが普及し、音楽の加工の技術的な可能性が広がった。音楽を伝達する媒体には、様々なものが存在する。 記録媒体に音楽を保存するものとしては、SP 版、LP 版、EP 版、コンパクトカセット、CD、ビデオテープ、LD、フロッピーディスク、MD、USB、SD、HDD、SSD、DVD、PD、HVD などが存在する。こうした記録媒体の音楽は、ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーをはじめとする、 録音再生機器によって再生され使用される。また、音楽を配信する手段としては、AM 放送、FM 放送などのラジオ放送や、テレビなどの放送メディアが存在するほか、最近では、データ圧縮技術を活用して、インターネット経由の音楽配信が盛んとなってきている。レコード古くは、王公貴族や教会などが音楽家を保護し、その中で、 数々の名曲が生み出されていたが、18世紀頃より、ヨーロッパにおいては、市民の経済力が向上し、不特定多数の聴衆に向けての演奏会が、盛んに行われるようになった。この傾向は、フランス革命以後、上記の特権階級の消滅や市民階級の経済力向上に従って、さらに加速していった。また、16世紀には、活版印刷の発明によって、 楽譜も出版されるようになった。印刷楽譜はそれまでの著者によるものより量産性、性格性、価格のすべてにおいて優れたものであり、音楽、特に同一の曲の普及に大きな役割を果たした。楽譜出版は19世紀には商業モデルとして確立し、音楽産業の走りとなった。19世紀末までは自分で演奏を行う以外は音楽を楽しむには、 基本的に音楽家が必要であったが、1877年にトーマス・エジソンが蓄音機を発明し、ついで1887年にエミール・ベルリナーがこれを円盤型に改良し、ここからレコードが登場すると音楽そのものの個人所有が可能となり、各個人が家庭で音楽を楽しむこともこれによって可能となった。ついで1920年代に ラジオ放送が開始されマスメディアが音声を伝えることも可能になるとすぐに音楽番組が開始され不特定多数の人々に一律の音楽を届けることが可能となり音楽の大衆文化化が進んだそしてその基盤の上に音楽の制作や流通広告を制御とするレコード会社が出現し大規模な音楽産業が成立することとなったその後 テレビなどの新しいメディアの登場と普及、カセットテープや1980年代のコンパクトディスクの登場など、新しい媒体の出現、1979年に発売されたウォークマンのような携帯音楽プレイヤーの登場などで、音楽愛好者はさらに増加し、音楽産業は流星の一途をたどった。これが変化するのは、1990年代後半に、 インターネットが普及し始めてからである。インターネットを介した音楽供給はそれまでのように音楽を保存した媒体をもはや必要とせず、ものとして音楽を所有する需要は減少の一途をたどった。一方で音楽祭や演奏会はこの時期を通じて開催され続けており、ライブなどはむしろ流星を迎えているなど、音楽産業をめぐる環境は変化し続けている。 音楽都市といえば一般に音楽文化が特に豊かな都市、音楽が住民の日常生活にすっかり溶け込んでいる都市、あるいは音楽産業が非常に栄えている都市などのことを指す。以下はその例である。その他、音楽都市を標榜する市町村は全国各地に存在する。音楽を単なる音ではなく、また言語でもなく、 音楽として認識する脳のメカニズムはまだ詳しく分かっていない。それどころか人が周囲の雑多な音の中からどうやって声や音を分離して聞き分けているのかなど聴覚認知の基本的な仕組みすら未解明なことが多い。しかし音楽と脳の関係について以下のようないくつかの点は分かっている。音楽のなだめるようなやる気を起こさせる音は 心臓血管の健康への様々な利点を含む幅広い健康上の利点を提供する。適切な状況で適切な種類の音楽を使用するとニーズに応じて感情的な状態と全体的な健康状態を向上させることができる。音楽を研究する学問として音楽学がある。音楽理論に関するものとしては音楽哲学、音楽美学がある。他に 音楽の歴史を研究する音楽史、音楽教育学、音楽心理学、音楽音響学などもある。西洋音楽と各民族の民族音楽を比較研究する比較音楽学は人類学の影響を受けて各民族の音楽文化を研究する民族音楽学へと変化した。また文学研究でも音楽との関連などが研究される。研究者が 音楽評論を書くこともある。その文化的発展度を問わず、音楽はどの民族にも普遍的に存在しており、様々に利用されてきた。軍隊の行軍や式に、音楽は付き物で、現代においても多くの国家の軍は、軍楽隊を所持している。日々の労働にリズムをつけ効率を高めるための、労働化もまた多くの民族に伝わっており、日本でも田植え歌や木アりなどはこれにあたる。 歌書きのように求愛のために音楽を用いることも世界中に広く見られる。魔術的、呪術的用途、さらには宗教的用途に音楽を使用することも多くの民族に共通しており、例えばヨーロッパにおいては、教会が18世紀頃までは音楽の重要な担い手の一つだった。ヨーロッパの中世大学教育における自由な中の一つに音楽が含まれていたように、 音楽は教養としても重視されることが多く、やがて19世紀に入り近代教育が始まると、音楽も初等教育からそのカリキュラムの中に組み込まれていった。明治維新後の日本もこの考え方を踏襲したが、西洋音楽を扱える人材がほとんど存在しなかったため即時導入はできず、明治15年の小学生歌集の発行を皮切りに徐々に消化が、 導入されていくこととなった。こうした一般教養としての音楽教育のほか、音楽のプロを育成する音楽学校も世界各地に存在し、様々な音楽家を育成している。音楽はしばしば民族のアイデンティティと結びつきナショナリズムの発露をもたらす。世界のほとんどの独立国が国家を制定しているのも、この用途によるものである。国家だけでなく、 一般の音楽においてもこうしたつながりは珍しくない。19世紀にはナショナリズムのうねりの中で当時の音楽の中心地であるドイツ、フランス、イタリア以外のヨーロッパ諸国において自民族の音楽の要素を取り入れたクラシック音楽の確立を目指す国民学派が現れ多くの名作曲家が出現した。民族音楽においてもナショナリズムとのつながりは一般的に強いものがあり、 また、ポピュラー音楽でも、民族を超えてその国家内で愛称される場合、国民の統合をもたらす場合がある。ありがとうございます。